バントがありましたね。バントしたんですが失敗に終わって、おーっとランナーに当たりました。大丈夫ですかね。あ、胸のあたりを押さえています。今宮が投げたボールが一塁へ走っていた足立の胸のあたりに当たりました。あ、かなり痛がっています。なのか横腹なのか、そうですね、これ十分な体勢取ってないんですよね。少し開き気味で投げてますからシュートしていくんですよね。はい、はい、あ、ちょっと微妙ですね。一体グローブ脇の、ただ当たるっていうことを想定していない時っていうのは体が無防備というかね。そうなんですよね。ただファーストもああいう時怪我をする可能性高いんでね、はい、ランナーと交錯して肩痛めたりもしますし、はい、あ、まあ顔を見ると大丈夫そうですね。そうですね、はい、今ちょっとあと骨に異常があるかないかっていうところですよね。まあ、顔じゃなくても良かったですね。そうですね、今宮の送球強いですからね。はい、はい、あ、一旦ベンチに下がりますかね、はい、じゃあまさか飛んでくるとは思わないところからボールが飛んできたっていうような感じだったんですけれども、でもああやって歩けているということはどうでしょうか。うん、大丈夫だと思うんですけどね。あとは左肩がこう上がってくるのか、守備がね、やっぱりそうです、ね、やらなきゃいけないんで、ただ今宮には悪いんですけど、ここはきっちりアウトにしといてくれた方が、結局伊藤まで回りましたから ね、 ね、最終回どうしても1番からですよね。そういうことになりますね。今日は俊太、平野っていうの出塁率がいいんでね、はい、足の速い人っていうのはやっぱり武器ですよね。そうですね、はい、あ、出てきましたね、はい、あ、出てきました。大丈夫のようです。今場内から拍手が送られています。で、守備までね、まあやっぱり当たり強い人、それと余計の上手い人ってたくさんいますからね、はい、ランナースタートしました、はい、これはちょっと不意を突かれましたよね。まあ、でも、足を痛めたんじゃないんでね、ショットの間がやっぱりこういうバッテリーにこうね、余裕というか、あれを与えたような感じですよね。ちょっと隙を与えたかもしれませんね、はい、でも今スライディングしてるところに当たった感じしてますけどね、はい、もう、当たったことのご褒美だったかもしれませんね、はい、恩返しだったのかもしれませんけれども、